で、あの本当に週刊文春っていうのは、例えば今回反論を出している、週刊女性でしたかね、もうあの辺の記者って、もう週刊女性には悪いけども、てか週刊女性とか、まあ、そのいわゆるろくに裏付け取材もしない週刊誌と違ってですね、週刊文春というのは、まあ、東京地検特捜部ばりにですね、情報を取ってくる能力が高いんですよ。だからそんなね、今回ね、松本人志は何て言ったかというと、とうとう出たねって書いてあるんですよね、ツイッターで。とうとう出たねって、お前が出てこいよっていう話なんですよ。お前 X でその週刊女性のなんかスクショ、 A 子さんのスクショを引用してとうとう出たねって、お前大丈夫か。もうついに松本人志の公式のアカウントでとうとう出たねって言ってこの記事を添付したことによってですね、もう A 子さんという人が実在して、小沢がそれを流出したこととか全部認めてしまったことになるんですよ。